最近、BTS の V が台湾のニュースで取り上げられ、韓国ネットユーザーの注目を集めた。V は以前、カンウォンド・チュンチョン氏の第二軍団のプロモーションビデオに出演しており、グローバルアイドルとしてファンの心を掴んだとして話題となった。動画には BTS の V が黒い憲兵戦闘服を着て仲間と共に映っており、その鋭い視線が注目を集めた。軍事プロモーションビデオも世界的な注目を集め、V は台湾のニュースでも取り上げられ、ニュースキャスターたちはこのアイドルを称賛しました。ニュース司会者は V の印象的な体格と強烈な視線についてコメントした。彼らはまた、V の変身を強調し、軍に入隊して以来、キュートなイメージからより男性的な外見への変化に注目した。韓国のネチズンは、このニュースコーナーが非常にお世辞であり、また、新しいプレゼンターが明らかに V について話すことに興奮していたため、面白いと感じました。韓国のネチズンは、とても面白い、彼らはお世辞を言っている、うわぁ、彼らは私たちをとても誇りに思っている、彼らは称賛している、つまり V を崇拝している、わら、字幕付きのビデオは、とても面白い、これはとても面白い、なぜ彼らは私たちの兵士をそんなに誇りに思っているのですか？わら、興奮が聞こえます。あのニュースキャスターは V について話すことにとても興奮しています。これが大好きです。なぜ彼はそんなに興奮しているのですか？